巻いてきて中央だ。ここは最後押し込んだのは藤原。から藤原、そして松田へ。松田が中に行く。藤原シュートだ。決まった。高木が入れていく。早川のところ頭で合わせた。そこに服部選手いますから、そこを使えるといいんですけどね。これで裏に出た新潟、ゴール前2人、矢村が入っている。後ろから打ってきた。